はい、どうも。クローズガチャがね、生きてるということでガチャ引いていこうと思います。まあ、といってもね、メール分と普通のガチャね、3回くらいなんですけどね、ガチャ引いていこうかなと思ってます。さあ、早速ね、メールの方ね、引いていきます。無料でね、配布された分とダンジョンクリアの報酬と、なんかね、変えたやつですね。120円と星6確定のやつですね。引いていきます。まあ、なんか、ダイヤが出てくれたら嬉しいなぐらい。ダイヤなのか金なのかはちょっとわかんないけどね。さあ、クローズですね。よいしょ。さあ、銀ラッシュですよと。さあ、クローズのガチャですね。これ、120円だから。出ねえかな。出ねえな。全然出ねえよ。ゴミでしかねえわ。で、星6ね。これなんだろうな。あんま持ってないやつ出てほしいけどな。まあ意外とね、武器の分岐があるんで。まあどれでもいいかなって感じですね。はい。というわけでね、メールは終わりです。さあ、クローズガチャね、記念にね、3回だけ引きまーす。さあさあさあ、頼む。お、いいんじゃない？金。あれ、金ってなんだっけ？金って当たり？わかんないけども、まあいいや。見てなかったな。さっき星6確定って、あ、ダイヤだよな。じゃ、金外れじゃん。え、これってさ、はい、奇世界ドロップね。ありがとうございます。え、これ何？新キャラ？これ。え、クローズって新キャラいたの？ちょっとわかんなかったんだけどな。ちょっと待ってな。ラインナップ見ます。はい、ラインナップですね。なんか今回新しくね、キャラ1体追加されてたみたいですね。なんかクローズの確定だから買わなかったんですけど、こういうやつ、確定で買えるやつですね。ちょっと後で買っておきます。まあでもそれがガチャで出るっていうのはめちゃめちゃ運がいいんじゃないかな。ダイヤの中でもめちゃめちゃ当たりかなと思う。さあ。しかも初ゲットなんだけど。やばくね。引き的にはめちゃめちゃすげえんだけど。まあもう引く気はないんですけどね。はい、結果ですね。まあ確定のダイヤ1体と3回ガチャ引いてね、金、ダイヤ、金と。しかも未生じキャラが2体出るというね、なかなか熱い展開でしたね。まあ、動画的にはね、これで終わりなんですけどね。まあちょっとね、最近ね、ほんとパズドラね、ガチャが来すぎなんよ。常に2種類ガチャ来てるみたいな感じだからね。ちょっと石が本当にもうね、きつくて。で、近いうちにスターウォーズガチャが来るんで、しかも新キャラ2体追加されて、しかもその武器が結構強いと話題になってるんでね。多分こっちでね、石使いたいんで、今回は、終わります。はい。というわけでね、今回の動画ね、終わろうと思います。よければね、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。他にもね、ガチャのことアップしてますので、よければ見てみてください。それではね、次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。バイナラ。